久保さん生活困窮者とかにしておきましょうか。あのまあ今コロナがね爆練していてまあその結局その、まあ、濃厚接触したんじゃねえかっていう人も隔離しないといけないということで、まあ、結局そのなんだねちょっと YouTube かなんかで見たんですけどもなんかそのなんだうん要は収入が途絶えてる、うん、まあその営業職だったかな。その <laughs> あの旦那さんもお嫁さんも共働きで営業職で外に出れないみたいなで結局じゃあどうすんのどうやって生きていくのみたいな話でまあそれがちょっとやってたんですけどうーんまあそういう状況の人もいればね久保さんと僕みたいにね別に何も変わらない人もいるわけですよであのもちろんその 今の働き方を変えるとか、新しいことをやるっていうのは大変なのかもしれないですけども、やっぱその変化していかないと、生き残っていくっていうのは非常に難しいんじゃないかなと思います。うん、でもこれがコロナがね、今1万人、まあ全国で5万人ですか。これ10万人。じゃあ10万人になったら100万人。 100万人っったらね、200万人とかなったら、広島の都市と人口と一緒ですよね。でそうすると、多分もう止められ、もうロックダウンさせないするとかさ、そういう形になってくると思うんですけど、100万人超えたらさすがにロックダウンとかもあるんじゃないかなと思うんですよね。さすがに。うん。ってなってくると、じゃあロックダウンした時どうすんの国がね、ちゃんとお金全部払ってくれるんだったらいいんですけど、まあそうはいかないですよね、多分ね。 だからまあこの状況下でも生き残るために新しいことをやるっていうことをやらないとまあこれからもまた同じようなことまあここから何を学ぶのかって話ですよねただその阪神淡路だったりまあ僕が知ってる限りだと阪神淡路東北大震災っていう時もあってまあそれもね東北大震災の場合は放射能がどのこうのっつってねバーって流れてもう立ち入り禁止みたいなだからなんだろうな阪神淡路で地震があって ですよで昔阪神・尼寺でねこういうことがあってあもうこれはあのー、物を扱ってた物が一瞬でねだから要は在庫抱えてますじゃあ地震で起きましたそれ商品全部ぶっ壊れましたはこれはきついぞとでネットに来て成功された人の話を昔聞いたんですけどだからなんだろうなまあこういう状況下の時にやっぱ次の策というかねなんかやっぱ 新しいことをこうやるっていうことをやっとかないと本当に生き抜くくなるのかなと思いますね。うん。<laughs> まあこれから何があるかわからないですけども少なくてもこの YouTube のお仕事、YouTube でこう発信するっていうのは別に家から一歩も出なくても家から出たとしてもできますし。うん、本当ね、まあ、まあもう2年ですかコロナ出て。うん、僕全く関係ないので。 逆にね、久保さんも売り上げ伸ばしてると思いますけど、僕も売り上げ伸ばしてるんで、うーん、なんか、無情ですね。世間の。でもこれは、なんだろうな。うーん、まあ、ラッキーって言ったらラッキーなんですけどもね。僕はまあ、17年前から僕はネットの存在。でも、これって、みんなパソコンが、なんか僕だけがパソコン見てたのかっていうと、みんな、 パソコン見てきたと思いますし、みんなスマホ見てきてるし、触ってるし、だそこでなんかお金稼げないかなって思ったか思ってないかだけだと思うんですよ。パソコン使ってお金、これからは、まあ、ね、楽天の三木谷社長も、その、ハーバードだったかな、結構すげえ大学行ってたけども、いや、起業するみたいなね、ネットだみたいな。あと、堀江さんもこれからネットだっつってね、あの、うん、まあ、その IT バブルみたいな当時ね、なりましたけど、 まあその時もみんなネットに触れてたし、まあ、Windows98 は僕知らないんですけど、Windows98 をね、秋葉で並んで買ってた人もいるだろうし、まあ、僕はその世代ではないですけど。だから、まあ、触れてる情報だったり触れてるものは大した変わらないんだけど、どうそこに対して思うかですよね。うん、あこれネットでお金稼げるようになったら、なんか、なんとかなんじゃないかなって僕は思えたんで、17年前ね。で、やってきたっていう。 うん、で、今17年やってきて思うのが、ネット選んどいてよかったなっていう、あの時の、まあ、バカだったけども、バカなりに、まあ、選択間違ってなかったなと思いますね。うん。でもね、これね、多分ね、これからネットっていうのは、てか、ネットしかないんじゃないかなと思うんですね。<laughs> 個人がなんかやってくんだったら、ネット以外あります逆に。僕,も僕はすみません、ネット以外の選択はないんですけどね。 うんはいってらっしゃい。